前とこんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。それで俺に頼みってのは。ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイに？誰です？お前の母親だよ。はあ？荒川の親父がただ一人愛した女性、アカネさんだ。え？いや、でも。改めて言っておくが、お前はアカネさんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ。じゃあその茜さんって人が。お前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて。荒川の親父はそう信じてた。だが真相は違う。そもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ。するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。私は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ。うん。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。
た一人でな。時間の問題だ。花の利く猟犬どもが必ずお前の女を探し出して骨まで食い尽くす。たとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう押せ。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。あらが！アカネはどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずっと船員たちの慰みもにされるんだ。代わりバンコにな、この野郎。殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引け！いい顔じゃねえか荒川。俺なずっとお前のその顔が見たかったんだよ。殺し屋に電話するな。今頃あの女はどうしてるだろうな。おやじは氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。結局
あかねさんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けどフィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ、何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え、見たことねえだろ。この人が茜さん。ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。あかねさんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイであかねさんらしき人を見たと。ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、あかねさんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、あかねさんのことを。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで。親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言やきっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘本人に間違いなかった。無事でいたってことですか。そうだな、平穏に暮らしてた。けどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。え、もし晴れて親父の元に戻れば、あかねさんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父とあかねさんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う。そりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、あかねさんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか頭はあかねさんのことを。そうだ、俺はあかねさんを殺すつもりだった。
さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され、死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、愛人、茜さんが今になってお前に会いたいと言ってる。茜さんが俺に。茜さんのハワイの住所がこいつに書いてある。茜さんからの手紙ですか。封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だがよ。どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために。会いに行っちゃくれねえか、イチ。頭、頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ、茜さんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。おう。おう。なあ。
そうか。ああ、おう、おう、おう、ああ、うん、待った。お。ああ。なあ。わかった。ありがとうよ。なあ、なあ、どちらまで行かれ、それでは出発いたします。親さんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川、茜さんが生きてることも、お前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。親さんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つか、そこはどうだっていいんだ。うん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は二人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎、それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。どうした、ナンシー。こいつは俺の相棒でザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたらすっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。
そうだ、ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か、うん、足立さんとかに頼んで。ん？嫌なのか？でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー冷やがるかもしれねえし。ったく、分かったよ、相棒だもんな。おめえも一緒にハワイ行くか。よしよし、騒がないでいい子にしててくれよナンシー。だな、この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか。いや、そうだったね。よっしゃ、やるぞ。おうよ。お準備をいたします。頑張りますか。ぶちかます。次は俺だ。出番が来たな。ガンガン行くで。勝ち取ったり一本出来じゃねえか。まったく何が楽しいんだこいつ。相変わらずどん底の町だなここは。ほう、コウモリ男か。変わらず筋門登録に励んでくれているようだな春日。感謝するぞ。お？久しぶりだな。あんたは誰だっけ。ズコー、俺だよ俺、ドクター森笠、通称スジモン博士だよ。冗談だよ、覚えてるって。久しぶりだなスジモン博士。スジモン博士、春日の知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってるスジモンセンターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがな。あっそ、まあいいや。この人はスジモン博士っていうスジモンの研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依頼されていたんだ。その通り。ちなみにスジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋もん、筋もん。あ、はあ。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋もんと呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。全てはこの世界の平和のために。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材として持ってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。
それで春日、辻門データ収集は相変わらず続けてくれているのか。で、怪しいな。俺がインストールしたアプリまだあるんだろうね。スマホ貸してみろ。な、ちょっと。おい、お前、俺の辻門図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。なんかいらないかなと思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。めんどくせえな。頼むよ、この町の平和のためなんだから。あ、でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか。ああ使えるが。お前ハワイ行くのか。なんでまた、バケーションか。いや、ちょっとやることがあってな。ハワイって言ったら辻門のメッカと言われてる場所だぞ。え、そうなの。おお、最高の南国リゾートだが、裏には野蛮な奴も多い。日本にはいないような種類の辻門が山ほどいるはずだ。それに辻門たちを使ったとある大会も開催されている。とある大会。まあそれはいつか時が来たら話すよ。とにかくハワイでも辻門データ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞ辻門マスターアゲイン。わかったよ。それじゃあな、博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。We'll be right back.